こんにちは、RE 戦国覇王です。この動画は、今は亡きデルプラドジャパンから発行された、週刊戦国覇王、歴史を変えた名将たちの内容をもとに、戦国時代について解説していこうという動画です。このチャンネルは、毎週金曜日に動画を1本お送りしております。10分程度でわかるような動画になっていますので、気軽に見てくださればと思います。関連動画も見ていただけると、さらに戦国時代の流れが理解できますので、この動画を見て気に入っていただけましたら、ぜひチャンネル登録しておいてください。今回は戦国覇王第4号の戦国百科1回目です。数回に分けて中部地方の合戦を紹介中です。中部地方では、甲斐の武田氏、駿河の今川氏という以前からの守護が力を強めていく一方、越後で守護代長尾氏、美濃で斎藤氏、尾張で織田氏が台頭してきました。彼らは互いに結びついたり離れたりしながら勢力の安定や拡大を図り、上洛を目指していました。こうした中で、今川氏を破った織田信長が三河の徳川家康と同盟を組み、上洛への道筋にあたる斎藤氏を滅ぼし、天下統一へ近づいていきました。そんな中部地方の合戦4回目の今回は、天文17年の塩尻峠の戦いです。甲斐の大名武田晴信は、信濃侵攻を進め、諏訪を手に入れました。ところが、小笠原氏を中心に、武田に対抗する軍が諏訪に乱入。晴信は、塩尻峠の夜襲で小笠原軍に勝利し、諏訪を奪回、北信濃へ向けて勢力を伸ばしていきます。それでは今回の目次です。1、導入。2、武田氏と同祖の小笠原氏、巨大山城を有する成長株。3、晴信の信濃侵攻を阻む諏訪盆地の攻防。4、武田軍は九州攻撃で塩尻峠の激戦に勝利。この流れでお話しします。なお、この動画は画面左に本文、右に画像、下は人名や用語についての補足説明が表示されます。塩尻峠は現在の長野県岡谷市の西側、塩尻市との境にあります。諏訪湖周辺の盆地から松本方面に抜ける場所にあり、辺りは標高1000メートル級の山並みが南北に続いています。現在の塩尻峠は国道が通っていますが、戦国時代には南側3キロの位置にある勝鶴峠を指して塩尻峠と呼んでいたとされています。まずは小笠原長時について少し説明しておきたいと思います。小笠原氏は開元時の祖とされる源義満のひ孫である信濃の神鏡藤光を祖とします。その子供の長清が信濃の国友の庄の地頭に就任し、信濃を勢力基盤として南北朝時代以来代々信濃守護を務めてきました。また、藤光の兄、源清光の子が、武田氏の祖である信義です。したがって、小笠原氏と武田氏は同じ祖先を持つことになります。小笠原長時の家系は、府中小笠原家と呼ばれ、居城は林城でした。林城は巨大な山城で、現在も大きな縦堀と、連続する郭軍の意向を良好にとどめています。このような大規模な城郭を機能させていた小笠原氏は、戦国末期には守護大名から戦国大名へと時流に乗って成長しつつあったのだと思われます。甲斐の武田晴信、後の武田信玄は、信濃攻略を進め、天文11年に
諏訪頼重を倒して諏訪郡を支配しました。そして諏訪湖から南東に約5キロにある上原城に重臣板垣信方を入れて諏訪郡代として統治させました。その後、佐久郡の敵対勢力を駆逐した春信は北信濃を攻撃することにしました。天文17年2月14日には上田原の戦いで桂尾城の村上義清と激しく戦いました。この戦いで武田軍は手痛い敗北を喫し、板垣信方も廃止してしまいました。これにより上原城には信方の弟である室積玄馬之丞が代わりに入りましたが、軍隊を失ったことで諏訪郡には大きな動揺が広がりました。この隙を突くように4月5日になると信濃守護小笠原長時、その娘婿で春信を裏切った藤沢頼親、村上義清、安住軍の仁科氏らが諏訪郡の諏訪下社に乱入、放火をするという事件が起きます。6月10日にも小笠原長時が諏訪下社に乱入していますが、この時は下社地下人が反撃、長時自身傷を負って退いています。さらに7月10日になると諏訪湖の西岸を基盤とする西方衆が寝返り、諏訪氏一族の矢島花岡氏らが長時と通じて諏訪郡に乱入しました。これに追われた武田派の官能佐、守谷頼実、血の湯木江城らは上原城に逃げました。長時も5000人の兵を率いて塩尻峠に布陣しました。7月11日に甲府で西方衆が乱入したと聞いた春信は、その日の夕方に出陣したものの、直ちに諏訪方面には向かわず、8日間、海国内に留まっていました。小笠原軍を油断させるため、意図的に軍を動かさなかったといいます。18日にやってようやく大井ヶ森から上原城に入った武田軍は、19日未明に塩尻峠に布陣する小笠原軍を急襲しました。武田軍の攻撃に小笠原軍は混乱し、1000人余りの兵が討ち取られました。守谷信実訴状によれば、小笠原軍は誰も武具を着用しておらず、大半は寝ていたといいます。一説には、塩尻峠の戦いは1日で6度の合戦が行われ、その最後の戦いで小笠原軍が武田軍の本営に肉薄したとき、長時の家臣である西牧四郎左衛門、三村駿河の神が裏切り武田軍に内容、背後から小笠原軍に襲いかかったとも言われています。しかし三村氏はその後も小笠原氏と共に武田氏と戦っているため事実ではないとされていますが、武田軍が何らかの内容工作を行っていたというのは史実のようです。いずれにせよ、小笠原軍は油断していたところを奇襲されて総崩れとなって敗北。長時自身も押し寄せる武田軍を追い払いながら撤退し、林城に逃げました。この戦いの後、春信は西方衆を追放。その住居に火をつけて所領を没収し、一部を蔵入り地としました。7月25日、春信は上原城に入り、8月10日には今回の合戦の勝利が諏訪上社の王吾によるものとして太刀を奉納しています。そしてこれ以降、春信の諏訪支配は安定期を迎えます。春信は同年10月4日に小笠原氏に属していた村井氏の居城、村井城を林城攻略拠点としました。その後、やや時期を置いた天文19年7月、
春信は再び小笠原領に侵攻し、林城を攻撃。一夜のうちに落城したといいます。こうして長時の丘陵を手中に収めた春信は、林城と村井城を破却。新たに、後の松本城となる深志城を修築して、重臣、馬場信春を配置、信濃支配の一大拠点としました。現在、塩尻峠の長い坂には、塩尻峠の戦いの戦死者を葬ったとされる首塚、胴塚が残され、激戦の名残を伝えています。今回はこれで終わりです。このチャンネルでは、RE 戦国覇王と題して、今は亡きデルプラドジャパンから発行された週刊戦国覇王、歴史を変えた名将たちの内容をもとに、戦国百科、戦国武将データファイル、戦国150年ニュースの3種類のシリーズに分け、毎週1本、戦国時代の出来事や合戦、武将についてのお話をお送りしています。楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回、さようなら。